一度あの頃に戻りたい。もう一度小さくなりたい。みなみくん。どこだ千代美。ここだよ、ここ。みなみくん。東京だ。ちょっと一体どういうつもり。だから昨日言ったでしょ、ダンスのワークショップ、みなみくんのところに置いてください。いい気持ちいい。このお風呂私にジャストサイズだよ。卒業アルバムに子供の頃の写真を載せようってことに。あったあった。はい、どうぞ。ベッドの下の引き出し開けて。これか。やべ。みなみくんのお父さんでさ、いなくなっちゃったんでしょ。女作って出てったやつなんだ。父親だと思ってもらうから。バカ野郎。いつもありがとうね、南くん。はい、抹茶パン。ありがとうございます、うん、何、アイビー。ロマンチックだよね。ロマンチック。うん、このアイビーはね、茎がどんどん伸びるっていうことから、花言葉は永遠の愛とか結婚とか言われてんだよ。何、送りたい子でもいんの。ああ、いえ、ちょっとベランダで育ててみようかなと思って。じゃあこれ一つください。毎度あり。ただいま。こんにちは、千代美です。こんな小さい姿になって2週間、何事にも慣れってあるのかな。ちょっとずつ自分のこの姿に馴染んできて。何やってんだ。みなみくんのこのハンカチかわいいなって。かわいいな、この柄。そのまま植え替えちゃっていいの。ねえねえ、これもらっちゃダメ。これでワンピースとか作って。みなみくん、何やってんの。いや、このまんまじゃあんまりだろ。だからこれ。確かにアイビーがそこを覆ってくれたら安心っちゃ安心。ああ、あんまり掘り返せないで、そこは。ん？うん。どうだ、行ってみろよ。いや、そう言われると父さんのケーキ。うん、うまいよな、おじさんのケーキ。うん、美味しいよね。食いたいのか。うん、あ、食べたいけど。しょうがねえな、分けてやるよ。
ことも、だって一応女の子ですから。例え話は苦手でうまくは話せないけど、君と僕の不思議な話をしよう。ポケットの中に収まる小さな話じゃないんだ。神様のいたずらでドラマティックな扉開けた。二人で描いた幸せの形に名前なんてないけれど、君と作る世界なら魔法のように消えない言葉書き込んでめくるページ。おとぎ話の続きみたいに僕らずっと笑う。虹のかかるその向こうへ、君とならきっと行けるんだ。さあ描いてみよう、ハッピーエンドの物語。千代美ちゃんまだ戻らないんだって。そうみたい。リーちゃんたちも心配だろうね。東京でダンスのなんとかやってるって言ってたけど。踊り子になりたいのかね。お母さん踊り子ってねえ。たくあんたは心配じゃないの、初恋の相手だっていうのに。時は結婚する結婚するって騒いでたくせに。いつの話だよ。つい最近の話でしょ。ちっちゃい頃の話だろ。私たちにとってはつい最近なのよ。ねえお母さん。お母さん。ばあちゃん。え。あ、そうだね。心配だね。じゃあよろしくお願いします。ああ。気をつけてね。
が。ん？どこ？あ、切れたか。無理。首が通らない。やっぱり無理だったか。だったら高木にやらせりゃいいだろ。あいつだったら喜んでホイホイ何でも作るんじゃねえのか。はあ？あいつお前そっくりな人形なんか作ってポケットに入れて学校来てんだぞ。男のくせに気持ち悪いったらねえ。リクの悪口言わないでよ。悪口なのか。明日また学校帰りに服買い行ってもいいぞ。ううん、いい。だって着替え欲しいんだろ。私明日もう一回家行ってみる。は？私の部屋に人形の服あるから。いやそれこそ無理だろ。こないだだって卒業アルバムとか苦しい言い訳作ってもうネタねえよ。ううん、私一人で行く。は？一人で？うん、南くんが学校行ってる間私がちょっくら。ちょっくらっておい、俺が一緒に行っても無理だったんだからお前一人じゃ何もできねえよ。失礼ね。この前だって南くんがいなかったら私一人で取ってくられたもん。もういい、勝手に一人で行けばいいだろ。俺は知らないからな。よし、無事可愛い服ゲットしてくるぞ。でも万が一失敗したらその時はまた一緒に買いに行ってね。よし。今日は別に脱がなくていいんだ。キミ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 キャンディ。いや、ちょっと上かな。いや、下だな。僕にキミキミキャンディちゃん。このところ振り回されっぱなしだったから。おはよう、南くん。おはよう、野村さん。野村さんって今日の南くん、ちょっと違う。どうしたの？うるさいやつがいないからな。え？うるさいやつって？聞いたぞ、お前この間警察捕まったんだって。おい、受験の色褪せで神社勝手に忍び込んで自分に内田のことチップだって噂乗ってやばいよな、勉強しすぎなんじゃない。天才にもいろいろと悩みあるんだな。内田頭ポンポンやってるの。おい、誰に聞いたんだよ。駐在さん。誰にも言うなよ。みんなに伝える。私はそんなの気にしないけど、そんな南くんも刺激的で好ましいわ。大丈夫かお前、無理すんな。なんか悩みあんならさ、いつでも剣道やねん、戻ってこいって。お前それしか言うことないのか。いや大変なのよ、一年女子の入部希望者が殺到したのはいいんだけどさ、南さんはいつ来るんですかって。俺お前が週一で来るって言っちゃったからさ、そろそろ。出ねえよ、俺は剣道部じゃないってはっきり言ってくれよ。冷てえこと言うなよ。受験もあって彼女もできて忙しいのは分かるけどさ。は？彼女って誰だよ。またまたしらばっくれちゃって。フェロー野村さん、隠したってみんなにバレてるぜ。俺たちはそんな。まあいいや、週一で剣道部来てくれよな。可愛い一年が待ってるぜ。お邪魔しました。おい、おごめんよ。
メール来た。堀切しかな。来た来た。動画もあるよ。アミッペ、急にいなくなってごめんね。元気でやってる？私は元気だよ。ソロのワークショップなかなか大変だけど、なんとか頑張ってる。振り付けいくつか思いついたの動画で送るね。よかったね、心なしか生き生きしてるよね。いいな、私もソロのワークショップ受けたかったな。やめてよ、アミッペまでいなくなったら俺どうすりゃいいんだよ。あのさ、この動画俺にも転送してもらっていい？あ、うん、もちろん。なんで俺にはメールくれないんだろう。あ、ほら、携帯壊れたらしいからさ、アドレス分かなくなっちゃったんじゃない？でもアミッペには？あ、私のアドレス簡単で、ローマ字でアミッペアミッペアミッペアットマークだから、すぐ分かったんだよ。そんなの俺だってローマ字でリク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 アットだよ。うん、授業の前にみんなに伝えておくことがあります。最近この付近で窃盗事件が多発してるらしいの。ほら、この辺ってお年寄りも多いでしょ。つい鍵をかけないでお出かけしちゃって被害に遭うケースがほとんどで、今のところ目撃情報もないみたい。みんなももし怪しい人を見つけたらすぐに警察に連絡するのよ。泥棒だってよ。やべえ、見つけたらボッカボカにしてやろうぜ。お前が言うな。捕まえたら表彰とかされんのかな。ダメよ、戦ったりしちゃ追い詰められた人は何するか分かんないんだから。じゃあ授業始めます。78ページ開いてください。南くん、授業中よ。あ、すいません。南くんが注意されるなんてね。びっくり。じゃあ今日は伊勢物語を読みます。伊藤くん。あ、はい、読んで。はい、すいません。ソチ殿の南の院にて人々集めて夢遊ばししに、このどこぞ先生、もうダメじゃないですか。ちゃんとインターホンで相手を確認してからドア開けないと。大丈夫よ、うちにはね、ちゃんとこれがあるから。はぁ、もう冗談はやめてくださいよ先生。で、なのよ。あ、もしかしてまた同窓会のお誘いなんじゃないの。まったく、もう結婚相手見つけたいからってここんとこやりすぎじゃない。いくら私が担任教師だったって言っても、もういちいち誘わなくたって。違いますよ、そりゃ結婚はしたいですけど。あ、いや、あの、実はね、最近この辺で泥棒に入られたっていう映画多く出てまして、で、先生日中はお一人でしょ、ちゃんとお伝えしておこうと思いまして。じゃあそんなこと。大丈夫よ、うちは取られて困るものなんてないんだから。いやいや、そうは言っても。あ、ねえ坂田君、私これからね、買い物行かなきゃいけないんだけど、あ、ちょっとあんたの自転車の後ろ乗せてよ。いや、ちょっと何言ってんですか先生、二人乗りまずいでしょ。僕警察官ですよ。乗せてくれないんだ。当たり前でしょ。先生先生、鍵かけなきゃ。はい、かけました。もう
当たり前ですよ。泥棒？平和だけが取り柄の町だったのにね。ま、大丈夫でしょ。よし、そろそろいい時間ね。いざ！よいしょ。よかった。やっぱり空いてた。同じこと言うなよ。何度も同じこと言わせないでよ。まあまあ二人とも、あれいつもそう、私のために千代美のこと殴ったみたいなの言ってるけど本当は違うでしょ。あのな、言っとくけど千代美は俺が殴ったから出てったわけじゃないだろ。ワークショップに行くつもりだったんだから、俺が殴ろうが殴る前があいつは出てったんだよ。違うよお父さん。そうや、すぐ話そらす。もうやめようよ、りっちゃんね。私じゃないでしょ、この人に言ってよ。そうやってすぐにうんざりしたような顔する。してねえよ。してるわよ。あ、こんなやつと結婚なんかしなきゃよかったなみたいな顔するのよ。もうお客がいるんだからね。そんな風に思ってねえよ。思ってるからそういう顔するんでしょ。はいはい。あ、そうやってすぐ俺を悪者にしてな。だいたいお前昔から被害妄想気味なんだよ。二人ともダメ、ぶっちゃけすぎだろ。あんた、やっぱりここにいた。
やばい、見つかっちゃった。ないみたい。よいしょ。二人ともどうしちゃったんだろう。私のせいかな。実はね、最近この辺で泥棒に入られたっていう映画多く出てまして。まさか泥棒？できるなんて。でもあんま遅くまでは。分かってる。野村ってでかいな。え？ちっちゃい子の方が好き？あ、いや。でも南くんの身長だったら私くらいの方が釣り合いが取れるわよ。さよりちゃん？まさよ。よかった、無事だったんだ。俺心配したんだよ、全然連絡取れないから。知り合い？あ、なんだてめえ。
おい、俺の女に手出してんじゃねえぞ、ガキ。やめてよ、私たちも終わったはずでしょ。俺は納得してない。終わりだなんて、俺たちあんなに、だってさ、話して、あんなに二人で、話してよ。だってずっ、やめろよ。おほ、なんだお前、おい、おあいって言ってて、たもう何してんだよ。誰もいない。え、私一人。しょうがないでしょ、そっちが来ないから私がやるし。いやよ、ここまで来て今さら手ぶらでは帰れないわよ。いいって、一人で大丈夫だから、大丈夫だから。じゃあ、いい加減にしろよ。連絡がないってことは避けられてるってことだろ。いい大人がそれくらい分かるよ。避けられて、そうなの？さよりちゃん、恋人ができたの。だからあなたと遊んでる暇なんてないの。恋人っていうのは、その、このそう、私たち将来も約束してるのね、みなみくん。え、ああ、うん。今度彼女につきまとったらストーカーとして訴えますよ。ストーカーだ、ふざけんなこのガキ。うわっ、おい、と言ったけど、私本気だから。え、本気で南くんとって。ううん、南くんとならって。南くんは私のことどう思ってる？どうって。どうしたの？ごめん、俺帰るわ。あ、ちょ、南くん。ごめん。何？
取り込み中だから後にしてって。え？来ちゃったの？嘘。もうこんなこと。こんなことって、こんな泥棒みたいなこと。え、仲間も来た。私だってやりたくてやってるんじゃん。だからちゃんとするから。ちゃんとって、だからそれはほら言えないじゃない。とにかく君は今普通じゃないからね。とりあえず帰ろう、ね、帰ろう。そうよ、普通じゃないよ。でもそれは誰のせい？あんたのせいじゃない、この詐欺師のせいじゃない。詐欺師？でね、ばあちゃんいねえのか。ジョミエ、したらもうサインしたって言ってたからさ。だったらなんでとっとと出さないわけ？それは嘘ついてんじゃないの、奥さん。本当はサインなんかしないで捨てちゃってんじゃないの。恵美子はそんな女じゃない。ごめん違う、そういう意味じゃないって。ごめんかなえ、違うってば。なんだ、いたんだ。いや、
最近泥棒が出るって学校で注意されてさ、心配で。うちは大丈夫だよ。そっか。千代美、無事だったのか。南くん、でね、私はものすごい勢いで階段をわっしわしと登って南くんにメールを打って見つかりそうになったり、何度も危機一髪って目にあったんだけど。じゃあ泥棒はこの部屋には来てないんだろ。一瞬女の方が来たけど、すぐに仲間も来て。仲間？うん、顔は見てないけど、あれはダメな男だね。泥棒のくせにうじうじして血を喧嘩とか始めちゃって、だから私が大音量で CD を流したら慌てて逃げてったってわけ。おかしいな、ばあちゃんは泥棒なんて入ってないって。まあおばあちゃんは家にいなかったしね。にしてもおかしいな、結構バッタバタで出てったみたいだったけど。姉ちゃんちょっと借りるね。これかな。え、なんでこんなものがここに。人形の服を、お姉ちゃん、え、何のために。はい、お待たせしました、ソロワークショップ事務局です。私今そちらでワークショップ受けてる堀切千代美の友人なんですけど。堀切さん。はい、あの彼女今ちょっと携帯が壊れたかなんかで連絡が取れなくって、できればそちらから。堀切さんね。はい、堀切、堀切千代美です。あれ、堀切さんって方はうちのワークショップにはいらっしゃらないみたいですね。嘘、堀切千代美ですよ、千代美。はい、堀切さんって方も千代美さんって方もうちにはいらっしゃいません。コーヒー飲むか。いらない。じゃあ俺だけ飲むか。ああ、皆さん安心してください、私坂井沢忠次、ここ最近この周辺に出没していた窃盗犯を見事逮捕いたしました。あれ、マスターたちだけ。そうですか。あ、はい、わかりました。どうもありがとうございます、失礼します。泥棒捕まってよかったわ。
町内の見回りしてた矢沢君と内海君が捕まえて駐在さんに連絡したんですって。それってもしかして男女二人組？うん、20代ぐらいの若い男だって。俊一、どうして男女二人組だって思ったんだい？あ、いや、なんとなく。怖いわね。あんた、母さん、おぼる、ご無沙汰してました。お元気そうで。何しに来たんだ？ただ顔が見たくて。帰れ。今さらどの面下げて。これはヘミちゃんが、シュウイチがどんだけ。すいません。でも母さん、僕はただ私には息子はいない。帰れ。すいません帰れ。違いがよくわからない。お前ケーキ食わないのか？今はいい、寝る前はデブるから。じゃあ全部食っちまうぞ。うん。あれ、ちょっとデブったかな。あ、ね、そうだ、こんなのも持ってきたの。かわいい。やっぱこれ持ってきて正解。元の姿に戻りたい。その気持ちは変わらないけど、時々このまま時間が止まってほしいって思う時がある。ほんの時々だけど。
始まりをくれたんだ。一緒に過ごした日々の中ゆっくりと思い募っていた。寄り添いながら歩く姿は空に浮かぶ月のように、そばにいるのに手を伸ばしてもきっと届かない。ただあなたが好きでいつだって思ってるよ。この胸が切なくなるほどに、そうずっとただあなたが好きと素直に伝えたい。南くん、私が守ってあげるから。私の気持ちは分かってるよね。アスカちゃん、男の部屋に女の子が上がるってのは。いいよ、お兄ちゃんだったら襲われても。あ、合コン。なんでお前が泣いてんだよ。なんでもないってば。ねえ、出して。千代美、いいからね。ダメだよ。お兄ちゃんって変態。